皆さんこんにちは、エルダです。今回は無課金・未課金視点が事前情報から感じた花火のキャラ評価を普通プレイヤー視点で話していきたいと思います。 2.0 後半も近くなってきましたね。後半の楽しみといえば花火の実装です。限定調和ということで、ルアーに続いて期待が高いキャラクターとなっていますね。しかも今までにない SP 回復ということもあって、他の調和と違った期待値がありますということで、現在分かっている事前情報をもとに花火をゲットしたらできることや期待していることをまとめていきたいと思います。それでは早速解説していきましょう。それでは現時点で分かっていることから期待できる部分をまずまとめたいと思います。1つ目、 SP 枯渇による事故を減らせる。花火の一番の強みは必殺技による SP の回復ですね。しかも最大値も増えるので、アタッカーのスキル発動を気にせずできるというのがいいところです。特に臨月のように大量に消費する場合、ヒーラーなどのサポート用の SP をコントロールしないといけなかった部分が緩和されるっていうのは大きいと思います。 SP が少なくても回復を渋ったせいでパーティーが危険になってしまったっていう事故は花火の加入で減るかもしれないですね。続いては強力なバッファーとして役に立つという点です。花火の特徴としては SP 回復が注目されていますが、マフもそれなりに強力なのがいいところとなっています。まず SP を消費することによってダメージバフが付与するみたいですね。マフの種類は不明ですが、火力アップはありがたいと思います。またブローニャのように味方にスキルを使うと行動順を早めるのもありがたいですね。ブローニャの場合は 100% 行動順がアップまではありましたが、そこまではなさそうです。ただアタッカーの手数を増やせるのは相性が非常にいいと思います。しかもこれに必殺技の SP 回復もありますからね。スキルと必殺技を組み合わせてアタッカーの火力をしっかり出せる状態にしているのはかなり強いと思います。このあたりブローニャと花火を比較してみると分かるんですが、ブローニャの場合は速度が上がっても陰月とかはスキルを SP 枯渇で使えないっていうことがよくありました。ですが花火の場合はそういった心配をしなくてもよくなるので、攻撃のパターンができるのはかなり強いと思いますね。こうやってまとめてみると、ブローニャの歯が良かった部分が必殺技やスキルで補われたキャラとなっています。ブローニャと相性がいまいちだったアタッカーが花火とならうまく噛み合いそうなので、編成の幅が広がっていいのではと思います。花火と相性が良さそうなキャラクターも予想してみたいと思います。アタッカーと相性が良さそうなのは臨月、ゼーレ、静寂の3人になるかと思います。いずれも大量に SP を消費するキャラクターばかりですね。この3人は SP 管理がしんどいキャラクターと同時に火力の制限がかかってしまうので、花火で緩和されるのは強いところかと思います。またアタッカーだけではなく、ブローニャやテイウンといった他の調和との相性もいいかと思います。調和キャラってターンによる強化なので、味方のターンがたくさん回る場合は SP が追いつかないっていうことがよくありますね。なのでサポートキャラでも SP を温存する場面を減らせるので、意外と相性がいいと思います。必殺技をどれくらい回せるかにもよりますが、単純に今までより火力を出せるシーンが増えそうでいいかなと思うんですよね。それでは編成の候補について話していきたいと思います。まず編成の候補としては漁師染めパーティーですね。普賢、ゼーレ、銀の花火ってなる方だと思います。まあ、アタッカーの部分には静寂を入れるのもありですね。花火の加入によって漁師染めパーティーが完成したような感じになりますね。しかも SP 回復するのでゼーレの攻撃回数も多くなるのは非常にいいことかなと思います。続いては SP 暴食パーティーです。普賢、隠月、ブローニャ、花火となってます。難易度高めの編成となってますね。隠月の部分を静寂にすればそれはそれでいい感じになるかなと思います。隠月とブローニャ自体合わせるのがちょっと難しいところあったんですが、花火の加入で SP 緩和によるサポートができるので、このあたりは相性が良くなるのではないかなと思います。隠月好きな人からすると火力を伸ばせる要因かもしれないですね。続いて予想される異物の相性です。
ほうえん水に関しては一番はモチブキですね。まだ詳細がわからないんで何とも言えないですが、強力なのは間違いないと思います。続いては戦争ですね。必殺技でさらに SP の回復ができたり、魔法をつけたり、花火の特徴を伸ばせるのがいいと思います。続いて過去と未来ですね。スキルで速度アップがつくっていうのがあれば、こちらとは非常に相性がいいかなと思います。続いて異物についてです。異物はメッセンジャー 4Z とオイル選手がいいかと思います。調和として多くの行動をしながら EP を稼いでほしいので、メッセンジャーでいいのかなと思いますね。必殺技は補助型なので、セット効果と相性がいいと思います。オーナメントに関してはオイル選手で攻撃力バフを加って全体のサポートをしたいというところになりますね。メイン捨ての候補としては、胴体が会心、足速度、属性 EP でいいかと思います。まあ胴の会心に関しては予想となってます。まあ、ブローニャと同じ方法で、仮に会心ダメを味方に配れると予想した時には、会心ダメが元になると思いますので、胴体が会心ダメージになると思います。逆に低運みたいに攻撃力がアップされるのであれば、胴は攻撃力にするっていうのも良さそうですね。ただこの両方でなかった場合は耐久値が必要になってくるので、耐久に振るっていうことも良さそうです。それでは事前情報を元にした花火のガチャ評価をしていきたいと思います。花火に関しては今までの調和と違って唯一無二の性能なんで、ぜひ欲しいキャラクターと言えますね。単純なブローニャの性能に SP 管理性能がついたような感じなので、弱いわけがないなと思っています。もちろんどれくらい必殺技を回せるのかにもよりますが、数ターンに1回発動できればそれだけで十分強いと思います。陰月などの暴食系アタッカーを所持しているかに関わらず、引くのはありなキャラだなと思いますね。また今後陰月のような強化型のアタッカーが出ないとは言えませんので、先に花火を持っておくのはいいことかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画が楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。